藤原博次の乱は奈良時代に起きた内乱。藤原博次が政権への不満から九州の大財布で拒兵したが官軍によって鎮圧された。藤原不等政権の末期から日本は白木に調考させることで安定した外交関係を築き、それを前提とした軍事縮小を行い経済的な余裕を持った。続く長屋王も 軍縮路線を継承したが藤原四兄弟に打たれてしまう。藤原四兄弟は、党と対立する牧海と同盟し、党を支援する白木に軍事的圧力をかける外交方針を取った。それに伴い、再海道に節度史を置き、大規模な演習を行うなど、軍事拡張路線に転じた。天平九年朝廷の政治を担っていた。 藤原四兄弟が天然痘の流行によって相次いで死去した。代わって政治を担った橘処刑は軍閣政策と天然痘による社会の疲弊を復興するため、白木との緊張緩和と軍事力の縮小政策を取った。また、党から帰国したきびまきびと元宝が徴用されるようになり、藤原氏の勢力は大きく後退した。天平十年。 藤原馬会の長男、広継は大和神から、太宰小人に任じられ、太宰府に赴任した。この人事は、対白木教公論者だった広継を、中央から遠ざけ、白木氏の言説に当たらせる思惑があったが、広継はこれを左遷と感じ、強い不満を抱いた。天平12年4月に、白木に派遣した使い白木氏が追い返される形で8月、下旬に帰国した。 行き通った広継は8月29日に政治を批判し、きびまきびと元宝の更迭を求める状況を送った。同時に、筑前国恩賀軍に本営を築き、砲火を発して、太宰府管内諸国の兵を徴収した。軍縮によって、官兵の動員には、時間がかかると予測した広継は、関門海峡を望む富、板光、京都の三軍鎮に兵を増破した。また、 中央には、広次の政治路線に同調する、中富の名代、山と長岡といった、実務官人は少なくなく、挙兵に応じて、在京の支持勢力が、クーデターに成功することに期待した。9月3日、広次が挙兵したとの悲劇が、都にもたらされる。聖武天皇は、王の東人を大将軍に任じて、説盗を授け、副将軍には、紀藩マロが任じられた。 東海道、東山道、山陰道、山陽道、南海道の五道の軍一万七千人を動員するよう命じた。四日、朝廷に出資していた早と二十四人に従軍が命じられる。五日、再起常人、安倍無マロが直死に任じられた。朝廷からは伊勢神宮へ平白が奉納され、また諸国に関税音菩薩像を作り、関税音教十 官を社協して、戦勝を祈願するよう命じられた。藤原博次の乱関係図拡大9月21日、長戸国へ到着した王の東人は、都会のために同地に停泊している、白木船の人員と危機器の徴用の許可を求めた。同日、ぬかたべの広島路が40人の兵とともに密かに、都会市、富、板滅、京都の三地員を奇襲して、 永平1767人を捕虜とし、共闘法を確保した。9月22日、直視再起常人、安倍虫丸が、早と24人、平4000人を率いて都会して、板渕守るに陣を構え、一帯を制圧した。広次は、大隅国、薩摩国、筑前国、文後国の平5000人を率いて、倉手道を進軍。弟の綱では、筑後国。 非全国の兵5000人を率いて、文語国から進軍、田ゴコマロが田川道を進軍して三方から官軍を包囲する作戦であった。9月25日、武全国の将軍事が500機、80人、70人と率いて官軍に投降してきた。9月29日、広次は凶悪な逆族である。狂った反乱を起こして人民を苦しめている。 不幸不中の極みで神罰が下るであろう。これに従っているものは直ちに基準せよ。広次を殺せば五位以上を授けるとの直が九州諸国の官人百姓に当てて発せられた。10月9日、広次軍一万機が板別川にいたり、川の西側に婦人。直死祭機乗人安倍虫マロの軍は6000人余りで川の東側に婦人した。広次は 隼人を先方にイカダを組んで溶かしようとし、官軍は石弓を打ち不正だ。常人らは、部下の隼人に、敵側の隼人に投降を呼びかけさせた。すると、広津区軍の隼人は矢をいるのをやめた。常人らは十度、広津区を呼んだ。ようやく乗馬した広津区が現れ、直死が来たというが誰だと言った。常人らは、直死は我々、佐伯常人と、安倍虫マロだと応じた。 すると、広次は下馬して拝礼し、私は長命に反抗しているのではない。朝廷を乱す二人を罰することを凍ているだけだ。もし、私が長命に反抗しているのなら、天神地義が罰するだろうと言った。常人らは、ならば、なぜ軍病を率いて押し寄せてきたのかと問うた。広次はこれに答えることができず馬に乗って引き返した。この問答を聞いていた。 広津区軍の早と三人が川に飛び込んで、官軍側へ渡り、官軍の隼人が助け上げた。これを見て、広津区軍の隼人二十人、騎兵十四が、官軍に降伏してきた。投降者たちは三方面から官軍を包囲する、広津区の作戦を官軍に報告し、まだ綱出と、田子ココマロの軍が到着していないことを知らせた。 その後、広次軍は、板別川の海戦に敗れて敗走した。広次は船に乗って、非全国松浦郡地下の島に渡り、そこから白木へ逃れようとした。ところが、丹田島の近くまで来て、船が進まなくなり、風が変わって吹き戻されそうになった。広次は、私は大中心だ。心霊が我を見捨てることはない。 神よ風波を沈めた舞と祈って、駅霊を海に投じたが、風波は、さらに激しくなり、地下の島に戻されてしまった。10月23日、地下の島に潜伏していた広次は、安倍黒マロによって捕らえられた。11月1日、王の東人は、広次と綱手の兄弟を、非全国からずで切った。乱の鎮圧の報告がまだ、平常形に届かないうちに、 聖武天皇は突如関東に下ると言い出し都を出てしまった。聖武天皇は伊賀国、伊勢国、美濃国、大美国をめぐり国系に移った。その後も南馬系移り、また平城系へ帰ってと戦闘を繰り返すようになる。遠い九州で起きた広継の乱を聖武天皇が極度に恐れたためであったとされる。天平年月、乱の処分が決定し、 死罪16人、木管5人、流罪47人、都罪32人、杖罪177人であった。藤原指揮家の広次の弟たちも多くが演座して、流罪に処された。ありがとうございます。